最後のモノリス動いた。前回は最悪をもたらす大樹から聖者が人々を救った話だったけど。
失われたエタニアの建国史。確かにこれが最後の章みたいだね。寺院の由来にもこんな経緯があったなんて。これが明るみに出ていれば大騒ぎになっちゃったかな。でもそれじゃあこの聖堂は誰が何のために。これは人々が繁栄を享受する中、真実の壁に記されし脅威はいつしか忘れ去られるだろう。しかし歌方が現れ消えるかのごとく、週末が訪れるのもまた必然。この地を訪れし者たちよ、我を継承する巫女たちよ、何時らはこの事実を知り背負って生きることとなろう。それこそが巫女本来の務めであり存在理由だと我は考える。最後を司る者へと至るその日まで。これって大樹の巫女に宛てたメッセージ。しかもさすがの巫女様もびっくりしたみたいだね。イオちゃん、もしかしてあなたが。さすがに気づいたかな。そう、私は初代大樹の巫女、名前はイオだな。私の試練によくぞ打ち勝ったね。やっぱり。でもその格好は一体。この体はもともと死念体だからね。長い時を過ごす間に力が衰えて子供の姿に戻っちゃったんだ。でもこれでようやく役目を果たせるってものだよ。イオちゃん、いえ、初代、その役目とは何のことでしょう。初代だって。私はダーナ以上に堅苦しいのは苦手なんだよね。これまで通りイオちゃんでお願いしたいかな。うん。この聖堂でダーナたち巫女に伝えてきたのは歴史。でも歴史っていうのは何も過去のことだけじゃない。本当に伝えたいのは今、そして未来のことだよ。今と未来。そう、この地下聖堂はね、歴代の巫女に大樹の真実を伝えるために作ったんだ。じゃあ今までの巫女はみんな大樹のことを。嘘なんて言いやしないよ。ダーナも実際に見てきたよね。森人にもバレないようこうしてこっそり教えてきたのさ。驚いたな。まあ巫女たちの反応はそれぞれだったけどね。私を大樹にあだなす大罪人と罵る巫女もいれば、